フランクバートレット・ウィリスフランクバートレット・ウィリスはアメリカ合衆国オハイオ州の共和党の政治家第47代オハイオ州知事ウィリスはオハイオ州ルイスセンターの小村の近くの農場で南北戦争に従軍したバーモント州生まれの JB ・ウィリスとその妻ラビニアとの間に生まれたウィリスは1894年にオハイオ農山大学を卒業 オハイオノーザン大学で12年間を教えた後、ウィリスは弁護士となって開業した。またオハイオノーザン大学で教えている間、1900年から1904年までオハイオ州会議員を務め、その後の1910年に連邦会議員に選ばれ1911年から1915年まで務めた。1914年にオハイオ州知事に当選し、 1915年から1917年まで一期二年を務めるが、1918年の選挙では1914年に破ったジェームズ・コックスに破り返され再選を阻まれることとなった。1920年共和党大会でウォレン・ハーディングが指名された後、同年にウィリスは連邦上院議員に選出され、大統領に当選し就任するため、 上院議員を辞任したハーディングの後釜となった。ウィリスは上院議員の間、1923年から1928年までアラスカ、ハワイ、フィリピン、プエルトリコを含む海外領土を管轄する準州、当初領土委員会の委員長を務めた。デラウェア軍ウィリスを大統領にする会によって組織された州の有力候補、 ウィリスの大統領選出馬のための共和党のイベントの期間、1928年オハイオ州デラウェアのオハイオウェスリアン大学のグレーチャペルでウィリスは上院議員在職のまま死去した。彼はオークグローブ墓地に埋葬された。ウィリスの公文書は寄贈され、オハイオ市協会で研究のために公開されている。ありがとうございます。